太鼓豚は中国を原産とする豚の品種名。中国語では豚と蝶の文字は同意であるため太鼓意の獅子と記述することもある。太鼓豚は太鼓流域の周辺に分布する7つの地方種より構成される。いずれも生存条件が似ており血縁関係もあるため体型や外貌の特徴が一致している。特徴としては 7種共通に次のような点が挙げられる。また、梅山豚は4本の足が白いというような7種ごとに異なる特徴もある。太鼓豚は3種数が多いことで知られており、世界各国の養豚業界から注目されている品種である。1972年以来、アルバニア、タイ、ハンガリー、北朝鮮、スペイン、ドイツ、フランス、イギリス、アメリカ、 日本といった多数の国が中国から太鼓豚を導入し、交雑に用いることで繁殖性能の改良を行っている。各国の研究例としては次のようなものが挙げられ、いずれも太鼓豚の高い産子数の特性を利用することを目的とする。太鼓豚の産子数が多い理由については研究中であるが、イギリスや中国などの研究成果からは、 タイコブタの排卵数が多いことが理由ではないかという仮説が立てられている。ただし、フランスではタイコブタとダイオークシャー氏の平均排卵数が接近しているという仮説を否定する研究成果も出ている。ありがとうございます。